支部長の茂木手の込んでございます。さて今日南の島、そうですね、昼間は思わずエアコンかけたくなるぐらいの、気温でございまして、窓を閉め切って走ってますともう暑い暑いっていう感じでございました。なんと今、梅の花に続きまして、桜の花もちらほらと、咲いてきてるという、まあ、便りが入っておりまして、まあ、南の島沖縄まさに、初春、近しという感じでしょうかね。まあ、そんなあったかいポカポカ陽気の南の島、本当に、こんな過ごしやすい時に、時間を無駄に過ごしている人たちもいらっしゃいます。なぜか毎日海に出て、カヌーを漕いでるだけで生活ができる人たちや、あと基地の前に、居座って踊ったり、ね、あとフェンスをガチャガチャ揺らして、まあ、生活ができるという非常に不思議な職業の方々がバッコしておりまして、まあ、私には全く理解ができません。まあ、沖縄は確かに、失業率はだいぶ改善しましたけど、給与っていうのはやっぱり全国的に見ても低いですね。特にあの本土から沖縄に進出してくる企業の中には、まあ、沖縄給料っていう基準があるところもありまして、まあ、同じ会社でも沖縄の現地採用は、まあ、給料がかなり安いということもあります。まあ、ちなみに私が最初に入社した本土系の会社 100% 出資の、ディーラーでは、当時我々が手取りで10万ぐらいの時です。まあ、今からそうですね、どのぐらい前かな、25年ぐらい前ですかね。はい、大卒で入って最初に取った初任給が11万ぐらいの時に、同じように、初任給取った、名古屋の友人は同じ仕事で、はい、同じ台数のノルマで16万もらっていたという非常に不可思議なことがございました。まあ、私がいたところは毎年昇給が1000円ぐらいでしたけどね。はい、本当に給料は全然上がらなかった。景気結構良かったと思うんですけど、まあ、企業にとりまして人件費を削ることが一番やっぱりやりやすいということでございますので、まあ、今の安倍政権逆に給料を上げてと言っております。本当に給料取りにとってはかなり期待の持てることでございますが、さあこれがきちんとできるかどうかまた、見ていかないといけません。さて、あの今夜はですね、非常に残念な、那覇地裁の判決と、沖縄の現状についていろいろまたお話をしていきたいと思っております。さて、今夜もあっという間に100名余りの方々が来ていただきましてありがとうございます。今日も私ちょっと喉ガラガラしてますので今日もこれでございます。しかし、まあ、昨日のあのコーヒーですね、本当にあの苦かったっていうか酸っぱいような苦いような非常に外れたなと思いましたね。だってポットの中に残っててかなり煮詰まってるようなものを最後に入れちゃってるもんですから、もう同じお金を払っても美味しいコーヒーが当たる時もあればまずいコーヒーの時もあるっていうことで、まあ、これは品質が一定でないっていうのはいかがなものかと思ったりもします。はい、あのヒッキーさん、あの喉だいぶ良くなりました。時々痰が絡むぐらいですね。さて、今夜も当番組を、思いっきりサポートしていただきますネットアシスタントの皆さん、 Y60 のりさん、こんばんはんこ、南大阪の端っこさん、はい、こんばんはんこでございます。川崎さん、それから、桜チェリーブラッサムさん、どうもこんばんはんこでございます。はい、それからにゃんちゅうさんから、ニラ束、コシさんからはいつものクラッカー、森さんからもニラ束いただいております。ありがとうございます。はい、のりぞうさん、ガラさん、こんばんはんこ、ターミネーターさん、はい、ラフタさん、こんばんはんこ、ヤミさんもお見えになってますね。はい、こんばんはんこ、デイスイミミズさん、今日もいらっしゃいませ、ワオーンということでお茶いただきました。エイキツさん、素敵なアイコンですね。はい、凛とさせていただきます。
はい、川崎さんからニラ茶ありがとうございます。もずくグミさん、はい、今日どっかで会ったような気がするんですけどね。はい、それから KSM ワールドさん、いつもいつも、動画配信本当にありがとうございます。ご苦労様でございます。それからおかわりさん、こんばんは。金シャツさんからニラ束いただきました、ありがとうございます。ミキ姉さん、喉大切にとお気遣いありがとうございます。ラフターさん、風邪気味の喉に優しい蜂蜜入りニラ茶。蜂蜜とニラの組み合わせって一体どんな感じなんですかね、ちょっと気になるところでございます。あ、シェリーさんからも、ニラ茶いただきました、ありがとうございます。はい、メイさん、どうもこんばんは、こでございます。はい、夕方に煮詰まったコーヒー処分係のオイラが通りますよと。カルガモさん、もう本当にもう煮詰まったコーヒー良くないです。ユキトさんと下町らさんからニラ茶、あったかいニラ茶いただきました、非常に喉が良くなりそうですね。はい、猫さん、こんばんは。メイさんからは特濃ニラ茶、粉吹きの特濃ニラ茶でございます、かなり濃いですね。はい、そして、たくさん、もうちょっと今日もコメントが早くて読むのがピクピクしています。はい、宇野さやかさんから特濃ニラ茶いただいております。お茶爆天ということでありがとうございます。はい、思いっきり喉を潤させていただきます。もずくぐみさんからも特濃ニラ茶、モンドさんからはニラ束に、シェリーさんからはニラ茶に、コシさんから連発のクラッカー、猫さんからもニラ茶に、はい、タイガーマスクさんからもいただきました、ニラ茶でございます。はい、ということで白亀さん、どうもこんばんは。さて、今日、あ、ここまるさん、花火ありがとうございます。シェリーさん、お茶ありがとうございます。今日ね、皆さんにお見せしたいとんでもない、那覇の地検、地裁の判決、私これ見てね、マジにちょっとびっくりしました。本当にこんな判決が出ていいのかなと思った次第でございます。これでございます。どうも。はい、県警の違法性を認定、那覇地裁、高江ヘリパッド建設現場の取り締まりということでございまして、まあ、簡単に言えば何かと言いますと、いわゆる反対派がですね、このヘリパッド工事の妨害に向かうのを、県警が止めたわけです。はい、検問していた県警がそこに行くなっていうことを2時間以上道路に止め置いたとして、その止め置かれたメンバーの中にいた、弁護士が、はい、県警を相手に訴えた、裁判の、判決が今日出ております。はい、これ2時間以上道路に止め置かれたとして50万の損害賠償を求めたということでありまして、なんと地裁の、はい、地裁の方は、この県警の止め置き行為などは原告の自由を制約するもので違法と評価されると判断したということでございます。いやー、すごいですね。だってね、妨害行為に行くと分かっている人たちを止め置いたら原告の自由を制約するもので違法と評価されると言っているわけです。すごいですね、自由を制約する。じゃあね、皆さん、これもちょっと皆さんに見てもらいたい写真がありますけど、これももしかして県警はお金を払わないといけないんですかね。これ表現の自由と書いたシャツをつけたじいさんでございます。表現の自由、じいさん、はい、表現の自由はね、刑法を超えるということで、いやー、すごいですね。そして現場にいた警察官の過失を認め、精神的苦痛を与えた慰謝料として30万円の支払いを命じたと。代表取締役さん、ニラありがとうございます。じいさん、はーっと、その通りでございます。だってね、通せば、通すと工事の現場に、大きな混乱が起こるということで県警が止めたわけです。それをね、原告の自由を制約するもので違法としてね、評価されると判断をして、警察官の過失を認めて
精神的苦痛を与えた慰謝料として30万の支払いを、ね、命じたということになっております。これ皆さんどう思います？いや、これ私ね、全く理解ができません。例えばですよ、例えば当時の高江ではこういうのが恒常化してました。トン、はい、このように例えば工事業者とか関係者が、その北部訓練場に入りたくて行った時に通れない、これね、もう1時間2時間どこじゃないですよ、もう半日以上も通れないような状態にあるのに、これが何のお咎めも受けずに県警が混乱をね、混乱をさせないように未然に防止するために検問をして車の通行を規制したことが違法だと言われる、これは何も言われないんですよ皆さん。そしてこれもそうです。トン、はい、あ、牛宮城さんどうも、こんばんは、でございます。これ私と、中佐、そしてクリリンさんが車に乗ってる時に遭遇をした私的検問です。こうしてね、私たちの目の前に立ちはだかって、私たちの、通行の自由を妨げたわけなんですよね。はい、ガッチャン1173、県警の初動の間違いから来ていますっていうことで、はい、サンゴハートさん、そうですよね、いつものことですよね、これね、はい、いや、これってね、私たちがじゃあ訴えたらこれ30万取れるんですね。はい、30万取れるということですよ。はい、でこれだけじゃないですよ。私の知人の会社、はい、近所にある知人の会社はこうして出入り口に彼らがね、こうして湧きまして車を当選簿しております。はい、当選簿した上にですよ、この勝ち誇ったおばちゃん、はい、違法行為してますので私目線も何も入れません、堂々と公開します。はい、被害に遭った方から送られた写真ですんでね。はい、でも逆に言えばこれね、このような、判決が出たということは、今後ですよ、平和運動家たちが、ね、阻止行動ということでこの車の前に飛び出て車を、ね、停止させるような行為について業者の方が訴えれば通行の自由を、ね、妨害したということで、これお金が取れるっていう前例になったわけです。はい、これがね、被害者が平和運動で、ね、平和運動家と被害者が工事業者で判決が違うことになれば、これこそまさに差別じゃないですか。あ、しげるちゃん、あと東京オリパラを台湾の名所でさん、こんばんは、こでございます。はい、ね、法の下ではいかなる人たちも平等なはずなんですよ。それは工事業者だろうがね、平和運動家だろうが。さてこのような感じで彼らはどん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 妨害行為をやっております。高江ではこんなこともやってましたね。トン、もうこの道路に座り込んでるんですよ、いい年越えた大人がですよ。こうしてね、車の通行を妨害する人たちは何にも問われないんですか。いや、これっておかしいですよね。はい、あ、塩沢さんどうもありがとうございます。そうですね、桜井さん、まさにその通りでございまして、これと何ら変わらないと思いますよ。いや、こいつらはクラクション鳴らしたらどきますよ。あいつらどかないんですよ、どかない、どくどころか集まってきて取り囲んでいきますからね。あ、モンドさんどうも、ニラ束ありがとうございます。サメ肌さん、素敵なニラちゃんありがとうございます。シゲシゲさん、猿に失礼でニラちゃんいただきました、ありがとうございます。いや、本当にでもどうでしょう、まさかね、
混乱を、ね、防止するために県警が検問を張って活動家たちを現場に行かさないようにしたことが、ね、違法だということでね、被告の自由を制約するもので違法と評価される。じゃあ皆さん私が昨日上げた動画も工事業者の自由を制約してますよね。工事業者は辺野古に行きたい、早く工事現場に物資を運んで戻ってきてまた運びたいんです、生活かかってるから。それをね、表現の自由だとか言って目の前に飛び出して何時間も止めている。はい、2時間どこじゃないですよ。はい、これそう、カーターさん、これね、これ県警に火をつけるとんでもない判決になる可能性があります。そしてこれが前例として今、工事現場やいろんなところで、車の前に飛び出している活動家たちをね、この業者などが一斉に訴え始めた時、これどうなるんでしょうね。はい、一斉に一人一人じゃないですよ、一斉に何十件と告発が出た場合、さあ平和運動家どのように対応するのか。まあお金は持ってるはずですけどね。いやー、しかしすごいですよ。でもね、サンゴアートさん、こうして道路の妨害をしているのは、写真でも動画でもたくさんあるんですよ。さっきの写真ありましたよね。はい、私無慈悲ですから、無慈悲に修正なしで載せます。なぜなら犯罪行為ですから。はい、無慈悲に載せます、これもね。あとさっきの表現の自由おじさん、表現の自由があれば何やってもいいって考えてる人たちですよ。はい、あと、南大阪の橋子さん、今海兵隊側が我慢の限度を超えてプッツンするということを言ってます。でも一度海兵隊がプッツンする寸前まで行ったことがあります。プッツンする寸前、これ何かと言いますと、今からだいたい2年ぐらい前ですかね、2年半ぐらい前に、辺野古のテントがまだ基地側のフェンスにくっついてる時、米海兵隊は沖縄県警や北部国道事務所に何度も撤去を申し入れをしていました。だって基地のそばにね、こんなテントをね貼り付けて、基地の中にパイプとか突き出してですよ、基地の安全な運用を驚かしていたわけなんですよね。まあ、それを海兵隊の方は何度も沖縄県警などにね、あと日本政府にもお願いをしてあったのに、そうですね、サンゴアートさん、あの頃ですね、日本政府も沖縄県警も全く言うことを聞いてくれなかった。すると米海兵隊何を言ったかと言いますと、何年何月何日までに撤去しなければ我々が撤去すると。はい、何年何月何時までに、その日の朝までに日本側が撤去してないんであれば我々が撤去すると日本側に通告をしました。するとね、慌てたのは日本側だったんですよ。はい、日本側が慌てた。その情報のソースを必死に調べ、これが本物だと分かった途端、大慌てで日本側はこの反対派のテントの撤去に着手したんですよね。はい、本当に当時の、アメリカの政務外交部次長のロバート・ディ・エルドリッチ博士は、本当にもう、日本は本当に主権国家なのかと言って非常に嘆いておられました。誰も責任を取らないと。はい、これは
テント撤去の秘話でございます。そうです、長尾さんも動いてくれましたし、島尻愛子先生やね、いろんな方々が一生懸命動いてくれました、この件については。でもね、普段サンゴハートさんなんかもそっちを含む国道事務所に行って陳情してますけど、役所も全く動かない。そしてここで米軍がもし独自に動いてですよ、テントを強制的に撤去し始めて、もしそこでね、あの反対運動連中なんかとトラブルになって怪我人でも出たら、もうまさにね、大騒ぎになる。日本側はそれを心配しました。はい、何を心配したかっていうと、米軍が大暴れをしてね、反対派と衝突をして怪我人を出して、それをまた新聞に大きく書かれることを懸念をしたわけです。結果的に、まあ、慌てた政府サイドの有力者から、まあ、現場の方に連絡が入りまして、その米軍が通告をしていた、期日までに、撤去を、ね、完了させました。で、強制撤去しました。で、強制撤去をして、その撤去をしたあの資材をなんと正面に積んだんですよ、ゲートの正面にね。なぜかと言いますと、まあ、撤去したといってもこの機材資材は私物ですから、勝手に持って行って焼き捨てるわけにもいかない。だから向かい側に置いて反対派に片付けろと言った。すると、北部国道事務所の担当者は、これ早めに片付けてくれと反対派に言うと、反対派は片付けるからしばらく置かせてくださいとお願いをした。しかし北部国道の担当者所長さんは、いや、ここに置くのは困る、もし何だったら北部国道事務所の駐車場の一角をあの提供するので、そこに一時保管しとってはどうかと優しい申し入れをしました。すると反対派はこれを断り、ここでいいですと言って、そこでテントをまた組み立て始めて、あれよあれよというままに今のような形になってしまいました。伊波さん、こんばんは、んこでございます。はい、ね、本当はね、金シャサさんのように没収した方が良かったと思います。はい、榎本さんおっしゃる通り、霞が関の役人がやっぱり責任取りたくなかったんです。もしここでね、怪我人とか大きなトラブルが出て、メディアに大きく叩かれるようなことがあったらいけないと。結局はこの役人たちも一旦撤去してね、もうここで全部片付けろといえば片付いてた話を、仏心を出して、じゃあしばらく置いといていいですよっていう、その置いといていいがテントになってしまった。そう、チリブラッサムさんのおっしゃる通り、それがいわゆる事なかれ主義でございます。はい、これはもう辺野古の、基地側テント撤去の裏話でありまして、全く報道されてない、内容で、まあ、ございます。そうですね、本来は塩サバさんが言うように、経産省前の違法テント、もう最高裁の判例も出てるんだから撤去できると思います、ね、私もあとサンゴハートさんも、最高裁の判例が出てるから辺野古のテントも撤去できるだろうと思っていたのにもかかわらず、なかなか北部国道事務所も警察も動かない。動いて反対派とトラブルを起こし、そこでもし怪我人を出したり裁判沙汰になって責任を取らされるのが嫌なんです。はい、それどころか、この北部国道の職員の中には、いわゆる、彼らは自治労、国交労ですね、はい、国交労の組合員がおりまして、辺野古のテントの前に来て、県民のためになる仕事がしたいと演説をしてね、大拍手喝采を受けたと。取り締まる側の国道事務所の職員が、ね、取り締まられる側の方に来てマイクを握って大演説をかました。
まあ、この職員は処分がつかない訓告だけで終わったらしいんですけど、ね、こういう人たちが、まあ、役所にいる限り、私はきちんと沖縄で法が執行されることはないんじゃないかというふうに思っております。まあ、常に沖縄では、この表現の自由というのが優先される。海側のテント、もうね10年以上そこに留め置かれております。これについてもサンゴハートさんやクリリンさんが一生懸命、名護市役所と掛け合っています。しかし答えはいつも一緒、あれは仮設テントであると。仮設がね10年以上もあるんですか。仮設っていうのは一時だけですよ。1週間とかね1ヶ月とか、仮設住宅だって数年ですよ。それが10年間あるっていうと高級的な建物そのものですよね。そして、海岸法に違反はしている可能性はあるんだが、表現の自由の範疇であると。はい、もう一回言います。海側のテントは表現の自由の範疇であると考えると言って全く撤去しようとしません。地元の、ね、辺野古区が撤去要請しても継続審議になって、はい、没でございます。サンゴアートさんが言うように郵便物や宅配便まで来てるんです。はい、常態化してるから常設テントです。しかし常設とは絶対言わない、仮設テントとしか言いません。本当にねこの判決、私今日この判決を見て本当にげんなりしました。沖縄に本当にね独立した司法っていうのはあるのかと。犯罪を防ぐためにじゃあ警察が、そこに行くあの人たちをね車を止める、ね、あの二次災害そういったのを止めるのも自由をねあの侵害したといって今後訴えられることになるのかということになります。まあ、警察がやって訴えられるっていうことは一般人がやったら当然もっと訴えられて叱るべきでございますよね。私なども、辺野古のテントに行って山城さんに会いに行ったらマリンアウトおじさんとかね暴力男とかに取り囲まれてお前の来るとこじゃないって言って突き飛ばされましたけど、それも私の、通行の自由を妨害した角で訴えてもいいわけなんですよね、今回のこの判決を見ると。ですから今後この判決、まあ、当然ながら沖縄県警は控訴すると思います。なぜなら、これはね沖縄県警に傷が入るということは、県警本部長のキャリアに傷が入るということでございます。まあ、私の知ってる関係者の話ですよ、あくまでも話です。まあ、沖縄に、この派遣されてくる県警本部長はキャリアの皆さんでございます。沖縄にいる間に、つつがなく何事もなく勤め上げれれば、本庁に帰っても昇進レースに残れるけど、まあ、沖縄でもし、裁判や大きな、失敗をすると昇進レースから完全に外れてしまう、まあ、そういったことから、本当に思い切ったことができてない中このように有罪判決が出た、ね、以上やはり控訴するか、それを甘んじて受け入れて、キャリアの道を棒に振るかどちらかになるのではないでしょうか。先ほどもありましたけどこれで県警に火がつく可能性もないとは言えません。しかしこれが一つの波紋として今後、活動家によって、仕事を邪魔されている、工事業者等に、一つの警鐘となってですね、まあ、訴えを起こすきっかけになればと私は思っております。ということで、本日のボギーチャンネルこれにて終了させていただきます。皆様最後まで誠にありがとうございました。